非常にこう自分自身が一番愛しているチームに5年ぶりに戻ってこれたことというのは非常に嬉しく思ってますし、引退から5年、オレンジのユニフォームからオレンジのネクタイに装いを変えた健太監督。初采配のサンフレッチェ戦では沢登りが決めて先制したものの、後半34分に追いつかれ引き分けからのスタート。そしてリーグ7戦目のジェフ戦、相手の監督はイビチャ・オシムでした。試合は市川のクロスから久保山が勝ち越しゴール、健太監督に初勝利をプレゼントしました。いや、本当長かったです。10月に3連敗を喫した健太エスパルスは15位に後退、残留争いに巻き込まれてしまいます。そして迎えた16位レイソルとの直接対決、1対1の同点で迎えた後半ロスタイム。ゴール前チョゼ陣に合わせる、倒された、出ていく、劇的なゴールで勝ち点3をつかんだエスパルスが残留をほぼ確定させました。いや、勝って本当に良かったなと正直思っています。そしてこのシーズンは天皇杯で快進撃、4年ぶりの決勝進出を果たします。2点を追う後半31分、強豪のフリーキックのこぼれ球を市川が蹴り込んで1点差に迫りますが、タイトルには届かず。しかしこの試合で健太監督は強豪青山、枝村、岡崎のルーキー4人をスタメンに起用、敗れはしたものの来シーズンの飛躍を期待させました。まあ、1年目はこう何が一番こう大変でしたか。勝つのが大変だったですね。勝つために一番こう苦労したこととか、こう気を使ったこととか、そういうものっていうのは思い出されます。いや、苦労しましたよ。やっぱりその、なんていうんですかね、実際のやってるサッカーとやっぱりこう作戦ボードの上でのサッカーと全く違う。で、作戦ボードの上ではきちっと戦えるはずなのに、実際に試合をやってみるとなかなか点数が入らない、勝てない、どうしたらいいんだろうっていうことはね、すごい考えさせられましたね。気持ち的にどうだったんですかね、こういう時っていうのは。こういう時はもう本当に当時の強化部長にもういつでも首切っていいぞ、お前が大変だったらって言ってましたよ。でもそこまで追い込まれてたってことなんですか。そうでもなかったですか。いや、まあ、自分自身ではやってると思ってたけど、やっぱり周りのね、いろんなプレッシャーストレスっていうのはその強化部長のやつにかかってたんで、まあ、そいつが同級生だったんで、そいつの心境を察すると、まあ、もしお前が大変だったらいつでもいいよ、俺は責任取るからっていう話はしてましたけどね。なんかただその画面だけなのかもしれないですけど、最近インタビューしたりとか、その健太監督と自分との関係よりも笑顔がすごい多かったような感じはするんだけど、やっぱもう本当に一生の喜び、うん、まあ、今でも一緒なんですけど、うんうん、ただやっぱり初めて勝つまでの道のりが非常に長かったですし、まあ、さっき のレイソルとの裏天王山の試合 もう負けてたら多分ね、J2 国だったと思うんで、やっぱりそういう試合で選手が本当に力を出してくれたっていうのは本当に嬉しかったですね。僕もね、あの時選手でやってたんでね、もう健太さん その表情とかこう態度を見てると、すごく苦しんでるなっていう感じも持ってたし、僕ら選手としてもなんとか試合やりたいってそういう気持ちでいたんですよね。まあね、野森なんかはね、本当にいろんな苦労をかけたというふうに思うし、まあね、本当大事なところで本当にいいプレーをしてくれて、まあ、やっぱ彼らがいなかったら今のエスパルスはなかったんじゃないかなというふうに思います。残留争いに巻き込まれた1年目と違い、
2006年はエスパルス飛躍の年となりました。この年、健太監督の母校筑波大学から藤本純吾が新加入。ミスターエスパルス澤登から背番号10を引き継いだ藤本はリーグ新人王を獲得する活躍を見せます。チームは勝ち点60を積み上げ、前年の15位から一気に4位まで躍進しました。飛躍の要因は J リーグ屈指の厳しいトレーニング。この年から砂浜ダッシュを取り入れ、90分間走り切る運動量を手にしました。さらに健太監督は高木和道、青山の若いセンターバックをレギュラーに固定。世代交代を推し進めながらも堅い守備を武器としたチームを作り上げ、強豪チームへの復活を果たしました。翌2007年には8月15日からリーグ6連勝を飾り、一時は3位に浮上。夏の王様エスパルスを印象付けます。しかし最終戦のアントラーズ戦では、目の前で胴上げを見せつけられる屈辱。健太監督はさらなる成長を誓いました。こういう形で目の前で優勝するシーンを見るというのもですね、もっと頑張らなきゃいけないんだということを言われてるみたいなんで、今シーズンは、タイトルを取らなければいけない年だというふうに思ってますし。そして健太監督が初めてタイトルという言葉を口にした2008年、前半戦は15位と苦しみましたが、ポゼッションサッカーが形になった後半の17試合を11勝3分け3敗のダントツの成績で駆け抜け、翌年のリーグタイトルへの手応えをつかみました。健太監督、実は開幕前のヤスさんとの対談でこんなことを語っていました。万年2位とかね、シルバーコレクターとかってよく言われてたからね。シルバーを取ったからね、天皇杯で。だから、まあ、金色というかカップを。そんな健太監督の思いを実現するチャンスが訪れます。この年ナビスコカップで12年ぶりに決勝進出。しかし23歳以下の選手7人が先発した若いチームは、決勝独特の雰囲気に飲み込まれたのか、残念ながらタイトル獲得はなりませんでした。育っててるとは全く思ってない。思ってないよ。なるほどね。勝手に育ってくれてる。2009年は健太監督が育てた岡崎が覚醒。リーグ戦4試合連続ゴールを含むチームトップの14ゴールを挙げ、日本代表にも欠かせない存在になりました。その岡崎の活躍もあって、健太エスパルスは第16節から13戦負けなしの快進撃。残り6試合の時点でついにリーグ戦首位に立ちました。しかし次節のアウェーで最下位のトリニータに敗戦を喫すると、そこから悪夢の5連敗。最終順位は7位という結果に終わりました。大分に最下位のチームに負けてしまって、非常にこう精神的にもダメージを受けてしまったことは意外もないというふうに思いますから。そして今シーズン、地元が生んだ天才司令塔小野伸二の加入を受けて、健太監督は 4-3-3 のフォーメーションを採用。攻撃的なサッカーで開幕ダッシュに成功します。折り返しの17節では宿敵アントラーズを倒して首位に再浮上しました。しかしその直後、記録的な猛暑と過密日程にやられて3連敗。さらに勝ち点差5で迎えた首位名古屋との直接対決にも敗れ、優勝争いから脱落。11月には今シーズン限りでの退任が発表されました。はいっぱいあると思います。選手まず育てて、まあ、育ててっていうか育ってくれてですね、本当に代表選手も出て、まあ、それがやっぱりクラブの財産だというふうに思ってますし、賞金も毎年確実に稼いだつもりではありますんで、
費用対効果はだいぶ良かったんじゃないかなというふうに思っています。クラブ史上最も長い間指揮を取った健太監督、積み重ねた勝利は126、育てた代表選手は9人を数えます。6年前、健太監督は就任会見で復活、歓喜、尊敬のキャッチワードを掲げました。まあ、もちろんそのサポーターにね、その歓喜という部分では、タイトルをねプレゼントすることはなかなかできなかったですが、復活もリスペクトも、されるようなチームになったというふうに思ってますので、最後まできちっと胸を張って、仕事を続けていきたいというふうに思ってます。健太監督に最後に残されたミッションは歓喜の達成。元日の国立で約束を果たすため、残された時間に全身全霊を捧げます。まあ、1年目から、まあ、今までを見たんですけど、さっと何をこう感じました？何でしょうね。あっという間。あっという間だね。やっぱりタイトルに届かなかった、まあ、まだ天皇杯はありますけど、まあ、ここまで、その辺はどう振り返ります？まあ、まだ私自身の力がなかったというふうに思ってます。だからそこで、まあ、勝ちきれなかった。選手は本当によくやってくれると思いますし、まあ、ちょっとの運というのがチームにも私自身にもなかったのかなと。で、まあ、その運は何なのかと言ったら実力だというふうに思いますので、もっと実力をつけて、頑張らなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いましたね。ただあの日本代表選手がこう育った数、まあ、比較的その代表選手を獲得してくるチームは、まあ、結構あっても、ああやって育てたというところを考えるとすごい監督ですよね、やっぱりね。まあ、でもそういうチームコンセプトでやっていこうということは当時の強化部長であり、あの GM とも話をして、でエスパルスはやっぱりもう一度やっぱり昔の強かったエスパルスを戻すためには育成型のチームにしていかなきゃダメなんじゃないかというところで、本当に若い優秀な選手も入って、またそういう選手が入ってきた、来てですね、あのベテラン選手が非常にいいこう指導をしてくれて、でその若手が順調に育ったというのはチームにとって本当に大きな財産だったのかなというふうに思っています。でも選手もその健太さんに対して の, その信頼度という、まあ、尊敬度という、それはすごく表れてますよね。それはやっぱり1年目の上りとかね、やっぱり年秀もそうですし、まあ、森岡とかやっぱりそういう選手たち、一緒にやった選手たちが本当に支えてくれた。やっぱその時にこの先輩もダメだなっていうね、いう感じにその彼らがやっぱりなってしまったら、多分こういうチームは作れなかったと思うんで、やっぱ上りにしても都市伝にしても盛岡にしても、やっぱり、まあ、もちろん今テルもやってますけどね、やっぱ彼らに感謝したいなというふうに思ってます。やっぱり選手でオレンジのユニフォームを着て、でこのオレンジのチームの監督になるというのはやっぱりいいですか？やっぱそうですね、やっぱり自分がプレーをしたチームで指揮を取れる、こんな幸せなことはないというふうに思いますので、本当にあの幸せな、また充実した6年間を過ごさせてもらったなというふうに思っています。あの羨ましいですよね、通算いくつでしたっけ？124。あれはまあカップ戦のね、全部入れてっていうことだと思いますけど、なかなかそこまで、ね、勝つことって難しい状況だと思うんですけど、ね、あと3つ、あと3つ、ね、増やせる。あ、そうだね。そこら辺の天皇杯に向けては今考えていることは？いや、もう本当に選手が非常に今意欲的に練習してくれてますので、もう選手を信じて、一つになって戦っていきたいというふうに思っています。ぜひ頑張ってほしいですね。はい、そうですね。